強制連行訴訟原告1,000人規模にということでね、えー、戦時中日本に連行され過酷な労働を強いられたとして中国人元労働者ら40人が日本企業2社を相手取り中国の裁判所に起こした損害賠償請求訴訟で原告に加わる意向を示した被害者と遺族が1,000人近くに達していることが分かった、えー、訴えられているのは三菱マテリアルと日本 コークス工業旧三井鉱山で、えー、相手取り1人当たり約1,650万円の損害賠償と謝罪広告の掲載を求めているということなんですね、えー、中国人が約3万9,000人強制連行され関わった日本企業が35社に上ると主張しているということなんですけれどもまあ 本当にあの、ね、菅官房長官が反論したように日中間の請求権問題は日中共同声明の後は存在していないで終わりのはずの,この72年の、ね、問題なんですけれども。 あのなぜ今この時期にこういった馬鹿げたことがまた出てきているのかでさらにですねこれ放置しておくと今度中国で慰安婦問題が火つきかねないあの火をつけている日本人がいるんですねですからあのこれ大きな問題だと思いますただ、まあ、どうしてこういうです、ね、流れになっているのかと、まあ、考えようによってはあの中国側の 焦りもあるのではないかだいたい、ね、このヤクザたかり国家どうか国家はですね もう自分の国がうまく経済にしてもまとまりがつかなくなると敵を作るというのはもういつもの手口ですよね。で今までこういった対日訴訟戦後保障というのは中国政府が抑えていた部分があったんですね。にこにこしながら ODA を引き出し日本の技術供与を引き出し日中友好の名の下にですね日本が使えるうちは使える。 だけどまあ散々もう引き出したしでこれから中国の,このまとめるにあたっていろいろと難しいから、まあ、そろそろじゃあ今度こっちの高利ビジネスに転嫁するかという政府の方針なんでしょうけれどももうね本当にあのこういったやり方はみっともないですし、えー、やめた方がいいと思います。えー、まあでもこういうふうに中国に付け入られる素地を残した 日本外交のやみくもに謝罪に徹してきた自民党政権含めてそういったツケが回ってま